低廉地上型とは、機動戦士ガンダム00に登場する、人類革新連盟の主力量産型モビルスーツである。低廉とは鉄人の中国語読みなわけでして、間違っても28号じゃないのだよ。旧式ながら重装甲、ハイパワーが売りの機体で、当然、重火器も使用可能なほか、バリエーションも豊富な汎用機の鏡とも言える機体なのですぜ。キットにはついてないけどね。防御力重視のコンセプトのため、機体が非常に重いのが特徴なんだよね。スラスターもついてないため移動スピードが非常に遅く、脚部を破壊されて機動力を失うと、速乾桶になるのが困りものだったりした問題。そのため、脚部には専用のシールドが装備してあるほか、防御能力が高い特徴を生かした、集団による戦法を得意としていたんだよ。操縦システムも独特で、コックピットの内部にはモニターが一切ないのよ。なんだこれ？パイロットは、ヘッドマウントディスプレイが取り付けられた専用のパイロットスーツを着用して、そこから、外部の情報やら様々なデータを得ているってわけなんだい。しかも、座席がないんで立ったまま操縦するわけなんだよ。なんだこれ？昔、宝の台のバイザーで酔いまくった経験者としては、ゲロ吐いて、顔中ゲロまみれになるんじゃねえの？なんて思ったものでございます。型式番号からしてザクのオマージュを思わせる機体ながら、前作、シードディスジニーのザクウォーリアほど露骨でなかった上に、フラッグやイナクトのような、戦闘機を思わせる華奢なプロポーションではなく、重戦車のような武骨さと重量感が、AFV、走行戦闘車両が大好きな、オッサンモデラーに交換されて人気の機体だったんよ。オッサンモデラーがこれまた大好物の、サンドカラーへの塗装が厚い機体だったりしたものなのでありんすよ。キットの値段は1200円。2007年に発売されたキットだよ。最近の若い衆は、こんなキットを誰が買うの？なんて思うかもしれんけどもね。ガンダム00のプラモデルでは、ある意味、主役のガンダムよりも本命と言われたかもちんないキットなのでござりますのよ。本当にね。キットの特徴としては、肩ブロックのスイング機構と、腰の可動軸のおかげで構図がかなりつけやすく、股関節も優秀なんで、可動範囲は十分といったところでありんすよ。各部がボリュームのあるデザインのためなのか？ガンダム00のキットでは珍しく、ABS を使用していない点も評価が高い点だよね。ポリキャップは、毎度おなじみ、PC123 プラスなんで、摩耗の心配はもう満タイ。関節は、ほとんどの部位で後はめができるんで、塗装も楽ちんなのが嬉しいところなのですよ。武器の格好法は、左右の前腕部にマウントができ、マガジンも取り外すことが可能だよ。格闘用のカーボンブレードは、リアスカートにも取り付け可能。脚部のシールドは1個だけついてるのでございます。ハンドパーツは、持ち手は左右ついてるけれど、平手は右手用しかついてないんよ。参ったねー。おすすめの回収ポイントは、アンテナを金属製に変えるくらいかな？見た目が太い上に壊れやすいんだよねー。宇宙型に宇宙式艦型、ソーマピーリスや、セルゲイ専用のケーレンタオ2など、バリエーションキットも豊富なんで組み替えも楽しめ、パチ組派のモデラーにも安心のキットなのでござんすよ。高機動型は出なかった。